出します。いいですか、出します。もうパッと出るよ、パッて。では1球目から紹介していきましょう。まずは1球目、白雪レイドの顔面が見切れてましたが、1番チーム白雪レイドチームということで、レイドくん、星川さん、アルセイヌ、チームポイントは21ポイントといった形となっております。ここは初手から強いかもです。まあまあまあ、結構キャラクターいろんな範囲で使えるレイドくん、そしてまあ僕もエーペックスね、たくさんコーチングさせていただいております星川さんで、アルセがねちょっと強いんだよな。ただまあ、今回ね、ポイントの上限変わりましたので、結構、うわ、ここダメじゃんみたいなのが、この後いくつかまた、同じぐらいのチームが全然、いくつも出てきますので、前回までの V サイよりは、さらに、全体的なレベルが上がっているのかな、と思います。では、2チーム行きましょう。よいしょ、トンと。主導チーム2チーム目、プナさん、トワ様、ベニさん。読み方、あれだな。ごめんなさい。継承略でフルネームでいきます。ここからは。猫田、プナ、トコヤミ、トワ、ヤクモ、ベニ。チームのトータルポイントは21ポイントとなっております。まあ、でも僕もここは結構本命チームの一つかな。プナさんのフィジカルは結構ね、やっぱ見てて、まあ、僕は一時期ランクもね、つい最近回してましたけど、結構フィジカルはいかれてるし、あとトア様の評価が僕の中でマジで今高い。サブオーダーマジ V の中で指折りじゃないかな。で、ベニさんは飛んできたグレネード離婚だと思って打つのだけ直せば何とかなるのかなみたいな。さあでは、いきますか。ネクスト。ほんまひまわり、椎名結香、歌いメイカということで、669の20合計チームポイントは21ポイント。まあ、引っ張るのはメイカちゃんかな。ほんひまさんが、前回の V 祭が確か初だったはずなので、まあ、前回の経験活かせるか。あとは椎名さんは、実は結構な頻度で、V 祭だったり、まあ、カスタムとか出てるので、まあ、その辺の経験活かして、まあ、メイカちゃんの、サポートって言えばいいのかな、サブリーダーみたいなことしていけるといいのかなみたいな。あ、関西チームなんだ、ここなかなかトークが盛り上がりそうな感じですね。さあでは次のチーム参りましょう。花ブスアリサ、フーラカナト、魔界のリリムということで、チームの合計ポイントは21ポイント。ちなみに9ポイントはマスターなのでね、僕が割り振らせていただいたんですけれども、ちょっとプレイ見て、うまかったっす。ちゃんとお丈夫でした。ちゃんとうめえの9ポイントを割り振っておきました。で、まあ、リサンがね、かなりゲーマーって感じなので、まあ、ここ2人が中心で、まあ、多分、フーラさんがだから、メイン IGL、リサンがサブ IGL とかになるのかな。ただまあ、リサンが多分かなりカスタム出てるから、まあ、2IGL 気味でやるのかもしんない。あとはリリムさんが結構どういうムーブをしていくのが楽しみなんですけど、パシフィックリリムのイメージが未だに僕あって、だいぶバケモンのイメージが抜けないんだよな、未だに。ここでポエムを一つまみ。最近新作が発表されたっつって話題になってましたね。次5番ティム、一ノ瀬ウルハ、小森目とイブラヒム、トータルポイントは21ポイントということで、ここバランスいいな。777 37 37 37 37、好きそうだね、ラヒムさん。安定感あるな、どう見ても。まあ3人それぞれ実績があると言っても過言ではないんでしょう、ないんじゃないでしょうか。結構ピックの幅も広そうだし、まあそのゲーム理解度みたいなのもみんな高い。あとはまあ前回優勝というプレッシャーもラヒムさんはあると思うので、そこを超えていけるのかとか。あとピックの幅が広そうなのは強いよね。うん、ラヒムさんクリプトはもちろん一番の有名どころだと思うし、別に他のスキャンキャラも使えるだろうし。さあでは次6番チームいきます。よいしょ。バーチャルゴリラ、
ヨフナニュー、カガナフナ。トータルポイントは21ポイント。まあ、今回、チャルゴリシーのポイントが11にまた上がってますが、20でランドマークドラフトに優先権発生すると、それで勝った時いろいろ言われそうだな、かわいそうだなという気持ちと、単純に僕が何も言われたくないので。はい、建前と本音でした。ありがとうございます。はい、21ポイントにしておきました。まあ、チームとしてはどうだろうね。ナズちゃんの字が抑えられるかみたいなところ正直あると思うんですけど、個人技はね、ナズちゃん言うまでもないんだけれど、結構武器構成とか、ピックとかがたまに自我が芽生えることがあるので、やっぱその辺チームにちゃんと合わせていけるのかとか、結構チームとしては大事かなと思います。あとは個人的に、ニューさんとゴリラさんの声の相性が結構面白くて好きなので、コンテンツ的にも結構このチームは楽しみだなという。まあ、ただニューさんが結構プレイはポンな感じはしてるので、まあ、本番ポンしないでくれたら、いいのかなみたいな、ちょっとまあ、はい。親目線ではありますけれども。さあ、では次のチーム参りましょう。よいしょ。うわ出た。アステルレダー、アスミフェナ、アルスアルマル。チーム合計ポイントは20ポイントということで。出ました、特急呪物、アステルレダー。前回の V 祭で友達がいなくなってチームを組むのに苦労したという噂は、はい、別に聞いておりませんけれども。で、ここはね、結構味方の二人が、割と頼もしいね。やりやすそうな二人、ピックしてますけれども、アスミさんとアルスさん。結構、アスミさんもアルスさんも、なんだろう、指示が通りやすいタイプだと僕が勝手に思ってるので、結構なんかバランス良さそうな感じはするよね。さあ、では次行きましょう。8番チーム。獅子神レオナ、乾慎一郎、平光。チームの合計ポイントは21ポイントとなっております。まあレオナイズガスやねん、今回も大活躍するのでしょうか。現在のシーズンはコースティックがなんとネクストリングが読める性能となっております。ただまあチームを引っ張るのは乾殿なのかなとか、最高ランクはなんとマスターまでね到達しております。そしてね、僕の割と注目ポイントというか、平光さんね、うまいんすよね。うん、平光さん D4 は結構破格なぐらいのうまさはしてるから。さあ、では次。9番チーム。パカエル、クガレオ。あと1名はちょっとカミングスーンといった形で、現在ちょっと2名が決まっている形となっております。まあまあまあ、スクリーム番長そろそろ優勝したいんじゃないの？バカだそう。あ、優勝自体はしてるのか ?TFT、第1回でそれこそ優勝はしてるか。経験がないわけじゃないか。ただまあ、それ以降があれか、スクリーム番長と化してるのか。で、ここにはネオポルテ2期生。はい、クガレオが入っております。レオくんがパッドで出るのか、マウスで出るのかにもちょっと寄りそうですけれども、最高ランクはプラチナ1から3ということで。で、レオくんが結構 FPS 経験が多いので、ちょっと特別ポイント貸そうかなと思って、ちゃんとプレイは見たんだけど、まあ、ちゃんと4ポイントだったので、これはちゃんと僕も見た上で4ポイント。ただまあ、今後1ヶ月、4月15日本番なので、今後1ヶ月での伸びは、それは考慮できると思うけど、今後1ヶ月で伸びると思うから、ポイントを上げるわは、ちょっと、それはさすがに暴論が過ぎるので、やっておりません。少なくとも現状のポイントは、間違いなく4だと僕も言い切れるので、4ポイント設定させていただいております。さあ、では次のチーム行きましょう。10番チーム。立花ひなの、渡来ひばり、宇吹こう。チーム合計ポイントは21ポイント。まあ、言うまでもないか、ひなのさん。強いんすよね。僕も、まあ、いろんなカスタムで一緒に会うのでね、見ておりますけれども。うまいです。そして、前回、優勝者、宇吹こう。ライブ王。で、渡来ひばりさんは、僕はそんなに、まだ、把握できてないので、ちょっと実力に関しては、ちょっと未知数よりかなと。前回、爆成長枠と言われた、まあ、うずきさん、うずこうさんが、
今回も伸びれるのかとかね。さあ、次来てしまったか、アリーナマスター。くるみのは樋口楓、スタート1がカミングスーンといった感じで、現在のチンポでは14ポイントになっております。まあ、あえて言わせていただきましょう。さすがに詐欺という言葉が出やすいかもしれません。今回一旦樋口さんのポイントを1ポイント上げさせていただいております。特別ポイントです、5ポイントは一旦、まあ、ここはあと1次第かな、さすがに。では次のチームいきましょう。ここもまだ2名かな。12番目のチームは、忍宮ルナ雷キュピということで、ここがますますで組んでるチームでいうと1個目かな。これルナさんのポイント8表記にはなってますが、もしかしたら9になるかもしれません。あと1プラチナ枠が入ると思うんですけど、プラチナ枠、まあ、P4 とかでも多分ちょっと21にさせてもらうよっていう話はすでにしてるので、ただまあ P1 までは、まあ、現状のすでにねチーム多く組まれて残ってないだとか、そういう事情もあったりだとかするので、残り1人4ポイントの人まで一応、まあ、入れられる可能性は高いんじゃないかみたいな話はしてます。でキュピさんはまあまあ普通に9って感じだね。うん、ちゃんとうまい枠です。まあまあ99参加、894とかで合計ポイントは21になるかなと思うんですけれども、ぶっちゃけここのチームもあと1次第なので、チームに関するコメントはまあまあこんぐらいしかできないのかなといった感じです。さあ、では次行きましょう。13個目のチームは夏色祭り L 相沢エマ、チームの合計ポイントは21ポイントとなっております。で、L さんもアリーナマスター勢かな。ただまあ7ポイントと実力が関与そんなに大きくないかなっていうのがあったので、一旦7ポイント据え置きのままで調整させていただいております。ただ祭りさんとかももう最近の V 祭だと直近2回マスター出てんのかな。まあもう IGL とかも板についてきたのかなと思うんですけれども、でエマさんもまあやはりちゃんとゲームが上手い人、カスタム慣れとかも考えると、まあ結構穴のないチームではあるかな、そういう意味では。では、よいしょ。14番チームアクセルシリオス、セレンタプキということで、まずはアクセルさんから。アクセルさんはマスターの8ポイントということで、まあこの辺はまあ普通にプレイ見て8ポイントで決めさせていただきましたといった感じかな。でセレンさんが多分結構説明するところは多いかなと思っていて、結構さすがにちょっと僕もいろいろヒアリングさせていただいて、プレートータスは、遥か昔、いう返答をいただいていて、ランクシーズン1、ランクシーズン2、3かな。シーズンで言うと、3、4かな。の序盤ということで、マスターができてからマスターないしはダイヤまでしか行ってないよっていう話を、本人からちゃんともらっていて、じゃあ、2桁フィニッシュ、だったりはしてないよっていう話をちゃんとしていただいてます。では次行きましょう。15番チーム加賀すみれ、結城千尋、ラプラスダークネス、チームの合計ポイントは21ポイントとなっております。まあスーちゃんチーさんはね、言うまでもないのかなみたいなところはあるんですけれども、でラプラスさん結構僕なんかバロのイメージあるんだよな。エイペックスどんぐらいどんなもんって感じではあるんですけれども、まあでもラプラスさん次第でもあるな。まあでも2人慣れてる人がいる時点でだいぶ動きやすそう、めちゃめちゃいい環境でプレイできそう。では16番目のチームとなります。カナエ、ローレン・イロアス、夕日リリー、チームの合計ポイントは20ポイントとなっております。ローレンさんちゃんと重みの10ポイント貸しておきました。ちょっとなんかか、さすがにどうする、11ポイント移植、11ポイント移植か。どうせなら11にはするか、どうせだし。
それはなんかか。なんかちょっと気になるのは、かなえくんってさ、結構サブ IGL 気質なところあるじゃん。いや、気質なのかわかんないけど、提案型じゃん。ってなると、ローレンさんがメイン IGL なのかみたいな。いや、でもなんか、一応直近のランク的にはプラチナで懸垂してるらしいから、行ったり来たり、反復横跳びしてたらしいので、じゃあ、かなえくん IGL かなみたいな。どういうムーブになるんだろうね。シャボンディとかもあるからね。自由行動、自由行動もありますから。シャボンディ事件。この、つい最近たまたまその切り抜きまた見かけたわ。なんかで回ってきて。ゆひりりさんは、エペのイメージそんなないか。バロか、結構イメージは。でもね、エペも前回の V さんも出てるし、あと、ちゃんと上手いです。どっちかというとフィジカル寄りのイメージはあるかな。さあでは、ネクストいきますか。ハユン、ナリ、ヒジリメレリア。チーム合計ポイントは21ポイントということで、KRZ って言えばいいのか。ちょっと表現に迷ったけど、はい。ハユン君とナリさん。もともとは虹の KRZ。まあ、今は虹さんじゃない、投稿されましたけれども。なかなか面白い組み合わせ。新しい組み合わせですね。強そうなんだよな、めっちゃ。ナリさんが、どんぐらい？ハユンくんとレリアさんは、まあ、シバハルカスタムとかしょっちゅう見てるから、まあ、ちゃんと上手いのを知ってるのよ。というわけで、道枠ではあるかな、僕の中では。そんな感じで。では、18番目のチームに参りたいと思います。ゆちひろまひろ、瀬戸みやこ、アンドゆげ。チーム合計ポイントは21ポイントとなっております。ゆちひろさん、瀬戸みやさんが、だいぶエーペックスやってたイメージあるんだけど、一時期。結構がっつりやり込んでたよね。で、ゆげさんはまあ、言うまでもなくシリーズではありますが、過去の V 祭でね、フィジカル、見せつけていたこともあるのかなと思うんですけれども。さあでは次のチーム行きましょう。残り2チームとなりました。19個目のチームこちら。ラトナプティ、ナラカ、ナルセナル。合計ポイントは21ポイントとなっております。ここ強いな。VTuber でジブラルタル最初に極めたやつ誰だって聞いたら、まあ大体の人プテさんって言うんじゃないかなってぐらい安定した自分のプレイ。別に自分に限らないんだけど、まあ、特に自分のイメージは強いかな。で、奈良香さんはもう僕のイメージは完全にタルコフです。あなたはタルコフ氏の方です。まあ、もちろんエイペックもめっちゃうまいんだけど。めっちゃうまいんだけど、それ以上に他のゲームのイメージが強すぎるマジで。ナルセナルさん、なんかね、僕縁の下の力持ちって感じして好きなんだよな、プレイ。サポート系の力の使い手なのかなっていうイメージがある。さあでは、ラスト20番チームということで、最後のチームは、こちらとなります。クズハ、エクスアルビオ、フワミナト。チーム合計ポイントは19ポイント。AQF かな？ AQ 不滅ですね、ここは。何気に、リバイバルチームここだけか？これ、もしかすると。何気に僕は、エクスさんだけ組んだことないかな？まあでも、クズハ、クワさんは組んだことあるけど、めちゃめちゃやりやすいね。だし、エクスさんもシブハルカスタムで、それこそ前回の VC 終わったとかに、クズハとエクスさんと僕でシブハルカスタム出たんだけど、あの時ね、マジで仕上がってた。伝説の扉バーン。扉バーン超える何か起こんのか？起こせんの？なんか起こんの？改めてこのチーム見ると、終わってんなって思うのが、歯ぐき癖のクズハと、わけわかんなくなっちゃう、プアさんの2枚構成に、そこにエクスアルビオという男が乗ってるの、マジで、終わってるな、改めて。どうしよっか。